はい、どうも皆さんこんばんは、マー君でございます。本日もお夕飯にしていきたいと思います。本日ね、お天気が悪いんで、スーパーマーケット行ったらですね、もう定時で帰ったんだけど、もう半額になったので、半額のお惣菜買ってきました。とりあえずいつも買うこのチキンステーキ、半額のやつね、チキンステーキ。あとなんか揚げ出し豆腐のなんかあんがとろーっとしてるやつ、よくわかんないけど、これ買ってきました。であとね、舞茸が、38円だったので舞茸買ってきて、お豆腐も買いました。これでお吸い物みたいなものをしたいなと思っております。はい、もう簡単です。とりあえずお吸い物だけね、作っちゃう。お吸い物って言ってもただめんつゆですけどね、味付けは。豆腐入れて、舞茸入れて、で冷凍してある長ネギ入れます。で昆布つゆね、昆布つゆ。お夕飯完成でございます。まあ簡単でございますがね、上等、半額でございますから。いやー、雪ですな。朝もなんか気遣ってすごい早起きしちゃったよ。雪でもさ、遅刻しないようにと思って。そしたら朝は全然、もう全然降ってなくて。で、まあ普通に車で行って。でも、途中でもう仕事中に雪積もったらもう車置いて帰ろうと思ってたんだけどさ。まあ、お疲れ様です。全然積もらず、車で帰ってる途中ぐらいから雪が降り出した感じですね。まあだからまあ無事に帰ってこれました。とりあえずいただきましょう。ああ、うまい。あったかい。毎滴38円。いやー、雪積もんなくてよかったわ。これから明日は分かんないけどね。でも明日休みだから。チキンステーキいただきます。うん、抜群にうまい。帰る時になんか同僚がさ、送ってってくれって言うから送ってったわけだ。まあ送ってったって言ったら帰り道、通り道なんだよ。揚げ出し豆腐いただきます。
うまこの惣菜初めて見た。生姜の味がする。すごい。なんかもう信じられないようなニュースがあるよね。ヤフーニュース見てたんだけどさっき。なんか宇都宮の病院でその認知症じゃないのに認知症と認定された人がいるとか、あのゴルフクラブで患者さんを殴る人がいるとか、なんかお酒に酔っ払ってた人を20年入院させてたとか言って、なんか病院でその信じられないようなニュースだよね。このニュースは本当のことなんだろうかと、なんか疑問に思うようなニュースだよ。医療現場でそういうことが起こるんだな。それ変なことをやる人がいてもさ、組織ってさ、たくさんの人がいてさ、それおかしいですっていう人がいないのか、いないんだろうな。怖いね。お酒に酔って払っただけで20年病院に入院させられた。酒になって20年入院って、どういう診察をして、何がどうなったらそうなるんだろうね。働いてる、他に働いてる人たちもあの人酔っ払ってるだけじゃないのとか思わないのかね。思ってもまあ言えないんだろうな。精神病院で入院ですって言われたら、その本人は嫌ですって言ってもそれはもう関係ない強制力を持つんだろうね多分。いや今なんかちょっと調べたんだけど、精神病院で入院っていうパターンの場合、その本人が拒否をしたとしても家族の一人とお医者さんが一人って二人ね、家族とお医者さんが入院だっていうことを決定下すと、本人が拒否しても強制入院させられるんだって。だからお酒で酔っ払ってるだけでも入院させられるんだって。まあ、ということはその家族がさ、病院の先生にお金でも渡してさ、入院、この人入院させてくれって言ったら入院させられるってことだよね。こんな人のさ、人権を奪って入院させるのにさ、家族の一人と病院の先生一人、二人がいいって言ったら入院させられるっておかしいよね。これ絶対裁判所の許可とか必要にするべきだよね。そしてその強制入院させられたら弁護士も呼べないんだって。家族の一人と病院の先生が強制入院で許可を出してるから、入院を拒否しても弁護士も呼んでもらえないね。とりあえず今日は雪を回避できてよかったな。月曜日また雪かもしれない、うん、とりあえず3連休のんびりしたいと思います。それではごちそうさまでした。皆さんまた。
お会いしましょう。さようなら。